これやばくない？こんな場所ブランコしたら多分相当綺麗。あー、皆さんこんにちは。今ね、バリ島のウブットっていうところに来てます。で、今ね、見ての通り一人でいます。あのレナはね、ちょっとドイツの友達がバリ島に住んでる子がいて、その子と今レナは会ってるので、今日はね、僕一人で観光です。でね、今来たのは、はい、これなんすかね、バリ島の暴走族ですかね。で、今来たのがライステラスって言って、棚田になってるところ、ウブットでも有名なところなので、ちょっと早速行ってみたいと思います。でね、ちょっと見ての通り、昨日からずっと雨がパラついてて、全然観光日和ではないんだよね。でもちょっと奥見ると晴れ間も見えてるから、まあ、降って止んで降って止んでみたいな繰り返しですね。で、あっちにね、ライステラスがあって、でこの道にはね、ずっとカフェが立ち並んでるんだよね。だからちょっとカフェに入ってみようかな、一個。よし、by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies.ちょっと今、なんと転びました。上のあそこのカフェで飲んでて、この階段を降りてきたら転んでしまいました。で、まあ、左手にね、傘持って、右手にカメラ持ってたから受け身取れず、ズル向けです。右手がズル向けです。ちょっとエグすぎて見せることできませんが、雨降ってまあすごい滑りやすくなってるのでね、もしこのライステラス来ることがある人ね、雨が降ってるときは足元注意してください。僕みたいにこけます。めちゃめちゃ痛いっす。ちょっと今ね、棚田の方に歩いてきて、どん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 棚田を登ってます。最初あっちのカフェの方にいて、そこのカフェからずっとこの下を登って登って登って、どん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 登ってます。ちょっとね、このライステラス基本的に入場料とかは無料なんだけど、このね、棚田の方に歩いてくると、ところどころでね、なんかセクションみたいなところがあって、ドネーションドネーションつって寄付を求められます。で、まあ寄付だからもちろん払わなくても突破はできるけど、ちょっと両親が痛むのでね、50円ぐらいをドネーションしてます。ドネーションをしつつ先を進みます。どこがゴールかもよくわかんないし、どこまで歩こうか迷うわ。また滑ってこけるのやだ。トレッキングライスフィールドビューってことはこっちの道かな。行ってみるか。ちなみに道はね、めちゃめちゃ悪いし、なんかもう本当に雨降るとドロドロになるから、もし来る人はね、ちゃんとした靴で来た方がいいっすよ。よいしょ。あれ、行き止まりっぽいぞ。もしかしてこれかな。ハートマークバリっていう看板があって、なんか今にも崩れそうな竹でできた橋があって、これが行き止まりっぽいっすね。どうしよう、行こうかな。この竹は大丈夫なのか。うう、大丈夫なの。大丈夫でしょう。ちょっと行きますか。
こっちに来たはいいけど、なんなん、寂しいんだけど。ちょっと今一応トレッキングコースみたいなの歩いてきて、棚田が見える展望台みたいのがあるって書いてあったけど、この奥にちょっと棚田があるから、あれのこと言ってんのかな。ちょっと戻るか。人もいないし、転んでちょっと落ちたら助けてくれる人もいないから、早く戻ろう。戻ります。大きなブランコがあるね。今聞いたら1人800円ぐらい。安全なんかな。なんかヤシの木に紐くっつけてブランコ、ちょっと怖いよね。でも多分めっちゃ綺麗なんだろうね。これやばくない？こんな場所ブランコしたら多分相当綺麗。でもちょっと命の危険を感じるからやめます、僕は。ということで今カフェの方まで戻ってきました。ちなみにね、ここがさっき転んだ階段です。ゾッとするわ。はい、ということで今ね道の方まで戻ってきました。皆さんどうでしたか、このテガラランライステラス。まあウブトの街の中心からもね10キロぐらいしか離れてないから、まあバイク借りれば20分ぐらいで来れます。で、実はねウブトの周りにはね2つライステラスがあって、まあここと、あともう一つはね車で90分ぐらい離れてるところだから、気軽に行けるのはこっちのテガラランライステラス。まあ僕個人的にはね、まあ綺麗だったしすごく満足しましたね。まあただね、こけたのでね、それだけがちょっと苦い思い出かなって感じ。はい、ということで今からねバイクに乗ってウブットの街の中心まで帰っていきたいと思います。ちょっとバイクでこけたらシャレにならんから、ちょっとね、まあ雨もパラパラちょっと降ってて、道路も確実にスリップしやすい状況なので、まあ安全運転で、ノロノロ運転で帰ろうと思います。てな感じで今日はこの辺で終わりかな。終わりだね。いつもね動画見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。もしこの動画良かったっていう人はね、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。てな感じでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。ちょっと今ね急遽携帯で動画回してるんだけど、レナがね病気になっちゃいました。急遽ね朝病院探してバイクでちょっとかっ飛ばしてきて、今からねちょっと診察してきます。